最近これは担当させてからまっすぐ行った方がいいかもしれない。少し上げてやるか。おお、違うか。僕は両目と少し。つけた方がいいってことよ。つけないと。お、もう赤ちゃんが出てしまったじゃない。お母くん。流産だ。ちゃんと入ってるなんて。流産ってか、相談だ。相談。相談。自分の足場踏んじゃうけよ。もう痛かったね。しょうもないのが。くだらんでしょ。いやこれ森高さんの人格を疑い始めたんだけど。こうこうつけまつげがよかでしょうが。うっとりしたでしょ。恥ずかしい。上と影をつけた。ほぼ後ろ。ほぼ後ろ。嫌がっとるばい。この船女か。いや女だった。嫌がり。女だった。もう卵産んで木に引っかかる。この間もさ。生まれたか。今生まれた。生まれた。見とら。入った。おお。もう危ない。あっちの島ラゴだったもんだけど、うん、ちょっとI'm going to go to the hospital.
こっちなんだよ。見つかんぞ。あ、牛。牛。早かばやっぱ牛は。かまかんか。おしんきの電気の服だ。3分間過ぎたのだぞ。あっ、フェラ折れちゃった。あら、これは大島さんもあかんですね。これはいや、まだ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 修理しますか。じゃあ遺骨をちゃんと、いや、ちょっと遺骨場寄せ集めてからどがん形になるか。これもでしょう、遺骨収集だな。バッチリ当たったですね。バッチリ、2回目です。形が、これはダメだな。乱暴な飼い主に雇う。乱暴じゃない。ダメじゃなかったですか。ほら、タイガナゴ持ったんですよ。やんちゃな飼い主で。やっちゃいましたね。誰か、タッカーって言うと声聞こえたんですけど、誰だったっけ。そうか、タッカーって。森田さんがまだ高すぎるもんね。ベンチにいいっていう話は聞こえたつもりね。私も高いって言うと思ったけど、今日は言わんこれしたのか、誰か言わした。これまさかもう一回これ引っ付けてこれ使うと。いや、もうやめました。もう寺は助かったですね、やっぱり。こうあるあるんじゃないかなと思います。ここでもよかし。これは仮装だな。あの初心記をするところ持ってきますよ。またあれですよ、あれがいっぱいありますから。まだ2つ持っとるもんね。